電気自動車大手テスラのニューヨーク州北部にある工場の従業員らは14日、労働組合の結成を目指すと発表しました。結成されればテスラで初めての組合となります。発表した団体は、テスラが持続可能な社会を目指すのであれば、従業員の健康も持続可能でなければならないとして、待遇の改善を求めています。アメリカではコロナ拡大以降、組合結成の動きが相次ぎ、 アマゾンやスターバックスでも去年、結成されています。